田原小学校では平成13年から続いております。全校生の皆さんが地域の方々やお父さんやお母さんの協力を得て一生懸命作ったお米が校長先生からお話があった通り、青葉学園はこうやって子供のこもった温かいお米を日本一、おいでやってくださいね。